はい、こんにちは、パスカードフィットスの白木アマゾン大輔です。いつも、チャンネルのご視聴ありがとうございます。今日はですね、また同じなんですけど、白帯の方に見てほしい、サイドポジションのエスケープを、紹介したいなと思います。この動画を見てほしい 人っていうのは基本的にパスガードされてしまう、いつもパスガードされてしまう、でもしくは、足が効かない、いつも、ね、1本取られてしまうとかね、結構そういう方って白帯の方多いと思うんですよね。そういう方に対して、今日はですね、私が、とりあえず持っているサイドエスケープを、かなり紹介して、2部作でいこうかなと思いますので、よかったら、これを機にチャンネル登録してみてください。では行ってみましょう。 GO! はい、まず導入編としては、お家とかでやる場合は壁を用意してください。まあこういう壁、うちだと壁マットあるんですけど、普通の壁でも全然構いません。まずやることは簡単な練習でいいです。最初はもう本当導入で近くの足使って戻す1で、必ず、足のこの縁ですよねが、壁につくようにして、足は振り子で戻す、床に頭をつけないようにしてください。反対も一緒で、つけて振って戻しましょう。必ずこのようにしてまず戻すことを、お勧めしています。っていうのはまず一つですね。で、そして、これが慣れてきたらまず何をするかというと、一番簡単なのは、これが一番使いますね。遠く側の足、こちらを使って足を、つけましょう。ただ今みたいにまっすぐってなかなかいかないんですよね。必ず大きく足を振りかぶって足をつけてください。そしたら戻して壁に戻します。反対も一緒でぐるんと回して戻しましょう。こっちの足が必ずこうまっすぐではなく振りかぶることによって、さらに遠くまでつけることができます。で、基本、重心の防御はこれが7割ぐらい占めてますね。必ずこれを大きく回してつける。で、これがもうそもそも骨格になっているので、これが相手の壁が相手だとするとこれ以上距離を詰めることができません。ですからつけておいて持ち上げて戻すっていうことをしてください。出していきますね。以上です。はい、まずこの状態サイドを取られた時にまずやることは、必ず、自分の手は肩で、経由して前腕が相手の顔に当たるようにします。ダメならこれです。これも完全に肩型なんです。よくありません。ここで入れて顔に出して突き抜きましょう。左手は骨盤、これも必ず主頭がまずやることは、よくこうアドバイスでエビしろエビしろって言うんですけど、エビだけだと全然いかないんですよ。ブリッジ、ちょっとブリッジとエビを首返ししながら、両手でプッシュしましょう。で、膝を入れましょう。このように入ってますね。で、そしたらまず最初にやることは膝が入ったらちょっと相手はこれぐらい浮いている。そしたらこの足をここにつけます。ただこのまままっすぐで届かないですね。さっきの壁の要領と一緒で大きく振りかぶって必ず足の裏が相手を肩に付けましょう。ついたら必ず正対位置戻して、エスケープしてください。この状態から入れてブリッジとエビをして手を中に入れて入れましょう。大体起きてるので足を振りかぶってつける。これをすることによって、右足の骨と左足の骨両方このように当たってます。だからこう物理上、僕をここから押さえるのは難しいですね。できません。これを作った上で戻してガードに戻してください。そして、今度は今のやつを作りは一緒ですね。中に入ってきて、ただこの時に、相手がちょっとも、まだこうくっつきが強かった、これ今みたいにこれできません。そしたらこの足側を使って蹴りながら押しながらずらしましょう。で、残った手は、ここに置くことによって自分の頭を守ってください。
こうやって今取れません。そしたら残った左足を大きく回すように、今度は回しながら背中側をにかかとをつけるように差し込んでいきます。結構優しくこう乗せるよりは、かかと落としてるような感じで差し込んで、戻して、クロスに戻しましょう。この時にもうこのまま三角に入ることもできるので、結構このディフェンスから、オフェンスに切り替えることって結構容易にできます。この状態からいいね、くっついていたら蹴って外して回してかかとをかける。戻してクロス、またはもうこのまま押し込んで三角に切り替えるっていうことをお勧めしています。そしてさらに相手がくっついていた場合、こういう場合ですよね。こういう場合は押して、もう結構まだくっつきがいけない、押せない、そしたら足回しの要領でフックと下、こういう状態ですね。かけたらこっちに戻してフックが、でこのままもう押し込んで起きても構いません。またはフックかけて、ここまで相手のくっつきが強ければ逆にこういう状態なので、腕固め、または頭をしっかりここで抱き寄せて蹴るとリバーサルに切り替えることもできます。もう一回やります。この状態からブリッジしてくっつけすることにフック、戻す、腕固め、抱きつき、これどっちでもいいですね。まあ、そのままもしちょっとここでフックっていうのは逆に言ったら攻撃にめちゃくちゃ傾いてるんで結構防御弱いんですよね。またこうやられちゃう可能性があるので、なのでもしそれちょっと不安だなと思ったらもうこのままクロスに戻れば休むことができますね。これは覚えておいてください。そして今の防御から結構あるパターンっていうのが、サイドから今のやつを瞬間で持ってきて、ちょっと隙間がこう空いた、まあ、この場合膝入れてもさっきのやつをやってもいいですけど、ちょっとこの隙間がこういう風に空いててちょっと脇がこう残ってる場合はこのまま後転をするように、バンプと後転をするような要領で脇をつけてください。スッ、同時に手で頭を押さえて脇がかえの十字に切り替えましょう。これ別にこのまま1本取るっていうのもありますし、この十字に入った時に相手がもうリアクションで腕引いてきたらまた戻しちゃうっていうことによって結構防御しやすいかなと思います。相手がサイドポジション入ってきてこのままブリッジされるやろ、ちょっと相手ちょっと瞬間アップしたらここに入れるよりは脇の下に入れましょう。スッと入れながら手で頭を押さえて十字に切り替え、または引いてきたら戻してガードにまた戻るっていう方法をお勧めしています。はい、以上が、サイドポジションからのエスケープ前半になります。後半はまた、次回ですね、皆さんと、シェアしていけたらいいなと思いますので、これを機にですねチャンネル登録と、いいねお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。